2009年ホームセンススケートカナダインターナショナルは2009から2010年シーズンのフィギュアスケートの国際競技会スケートカナダで国際スケート連盟主催2009から2010年シーズンのグランプリシリーズの第6戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2009年11月19日から11月22日にかけて カナダ・キッチナーのキッチナー記念複合ホールで行われた 2009-2010ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名ペア各8組アイスダンス各10組の出場選手は2009年世界フィギュアスケート選手権の成績2008から2009年シーズンベストスコアランキング2008から2009年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで国際スケート連盟から選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるカナダスケート協会に対しては今大会の各種目定員のうち男子とペアに一人の出場枠が用意され、ジョイラッセル、カーステン、 ムーアタワーズディラン・モスコビッチ組が選出された。招待選手のサラ・マイヤー、イザベル・デロベル、オリビエ・シェーンフェルダー組、キャサリン・コッペリー・デイビー・ダス・スタグニ・ニューナス組、フェデリカ・ファイエラ・マシモスカリ組が出場を辞退したが、ロス・テレコム・ハイにのみ招待されていたカロリーナ、ヘルマン・ダニエル・ヘルマン組が追加招待されたのみに止まり女子シングルは11名、アイスダンスは8組での競技となった。 競技会場のキッチナー記念複合ホールリンクは縦61メートル横26メートルである。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの縦60メートル横30メートルとは異なる。ありがとうございます。